ミンゴルフアレンジマッチプレー対決、山本日和選手対、はい、高橋雫選手です。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回賞金を提供してくださるのは仙台のドローンスクール、仙台ドローンファーム様です。勝ったら5万円、負けたら0円。ミンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。今回の会場は神奈川県にある小田原ゴルフクラブ松田コースです。はい、129番。いやなんか打ち下ろし、打ちづらいです。めっちゃマイナス25ヤード、めっちゃ打ちづらい。宣言通り。ああやばい。どう？落ちてきてない。ボールじゃないかな。ちょっとやばいかもしれない。ボールっぽい。え、ボールかな？あれボールかな？違いますかね。あ、そうかも。あの、あれ、うん、黄色の左のありました。すごいねえ、やだと思ったの。なんで？なんか打ち下ろしやだなって思ったの。すごくダメだ、乗らない。9番でいきます。乗った。うん。ただ乗った。ただ乗った。ただ乗った。ナイスオンじゃない。ナイスオン。オンだね。ナイスオンだよね。うん。ナイス。ナイス。うちもナイスキックでしょ。うん、ナイスキック。ナイスキック。どっから出てきたのか分かんない。ピキー。あのところのクラブハウス。どこ？右。右。あ、あれ？うん。あれ？あそこから来たの、ここまで。うん、あなたに言ってたね、街を一周する。本当だね。はい、58度です。はい、ナイスです。ありがとうございます。入れ。強いね。早かった意外と。抜いて。はい。ナイス。さすが。危ない危ないしか聞いてない危ないしか言ってないさっきから危ないくない？危ないね。ラッキーだよ。ラッキーガールだよ。めっちゃラッキーガールラッキーガールだよ。帰ってくるしそうだよね。こっちの方入ってたからね。絶対ないっていう球だったのに出てきちゃった。うん、おお飛んでる。お、なんか2枚。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。ちょっと怪しかったよね今。ギリギリ攻めるじゃん。今怪しかったよね。うん、ナイスショー。ありがとうございます。うん、いいとこ。いや、そろそろアイアンが当たってくれないと困る。
いい。なんか見えない。ラフのせいで転がっちゃってるのかな。かもしれないですね。え、いいよ。うん。短い。短い？はい。多分。ね。ありました。うまい。うわ、惜しい。あらららら、惜しいわ、今の。切れそう、めっちゃ切れそう。ナイスパー。はい、ナイスパー、ありがとうございます。ナイスパー。あー、まあまあまあ、ナイスパー、ナイスパー。いやちょっと譲ってよ。いやどうしようかな。お願い。次ラスト。やばい。ラストドラマが。ラスト。ラスト。ラストドラマを起こさないと。パーファイブ。ロングロング。そうロング。バディバディだから。いや。ダブルアップです。やばい。取った方が。取ったがもう勝ち。うん。最後。バディ。バディ。惜しい。でもなんか飛距離も二人とも一緒だから。ね。ずっと同じ感じでやってるよ ね、 うん、短いでしょ。短いドラマだよ。やばい、あるよ、チャンスだよ。池あるよ、池あるよあるよこれ。え、でも228で池とかドライバーでっちゃダメじゃん。え、本当に言ってる。打ち上げだけど本当だね。ダメじゃない。ヒヨの目で決めよう。なんでよ、うちが先。うん、そうでもね、見えないけどね、さっき。そうだね、入ったか入ってないか分かんないね、これ。確かに。でも行ってなかったら入ってるよね。うん、ってことだよね。え、でもドライバー行けるんじゃない。ね、行けそうだけどね。やっちゃおう。でもさ、見た目は登ってるけど、もしかしたら先下ってるかも。それだったら終わりだよ。それだったら直線だよ。あ、でもコンテスト登ってる、ずっと。あ、ずっと登ってる。あ、登ってるね。あ、攻める。攻めます。でも打って、あーっていうのも多分ないよね。だって分かんないもんね。うん、入ってるかな。分かんない、分かんない。うん、あー、これは難しい。難しいね。いきます。はい。完璧じゃない？ありがとうございます。わからないけど向いた方には行った。うん、左行ってもいいことないけど左なら多分大丈夫。え、左狙ってみて。左狙ってみて。うん、そのね、ディボットみたいな。え、ここ、うん、そうそうそう、それとそれの前でもいい。これね。うん、その前ちょっと出てるかもしれない。全然平気。そう、よいしょ。ありがとうございます。笑った、かすった。でも絶対大丈夫。そうそう、わかんない。うん、絶対出てきてる、大丈夫です。絶対ないって言ったよ。絶対ないってさっき言った。うん、ごめんなさい。
失礼しました。さっき聞いた。さっき自分で言ったの。いいところにあります。狙い行くしかない、もはや。パー5ですけど、もう残りが130です。130、はい、8番で。いい、めっちゃいいよ。お、手前から。うん、手前から。そう、惜しい。はい、いいよ。また距離。ナイスオン。ありがとうございます。もっとビタッとつけたかったって感じ。ちょっと100メで狙ったのに。あ、移動系に行っちゃいました。なるほど。あイメージと違ったみたいですけど。イメージとダメだった。ちょっと違った。キャッチャーがちょっと手前でした。めっちゃ入りそうだった今。バディちゃった。バーディーバーディー。はい。バーディーバーディーです。ナイスバーディー、ナイスバーディー。ナイスバーディー。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあちょっと一旦集計して。ちょっとサドンデスの方やりたいと思います。はい、はい、やばい。負けちゃったよ。負けちゃったよ。負けちゃったね。入る感じだよ、はい、気づくの。そうだね。雰囲気出てた。めっちゃ入る感じだった。入ったかと思ったのに。入ったかと思った。惜しかった。いや、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ポイントがですね、高橋選手1ポイント、山本選手1ポイントということでドローと、まさかの、はい、なってしまいました。あ、しかも1ポイント1ポイント手前で。結構バーディーも取ったんだけどね、2人でバーディー取っちゃったんで点数が入んなかったという感じなんですけども、こちらのですね練習グリーンでサドンデスを行いたいと思います。はい、こちらですね。はい、ルールはですね、まあ、ちょっとロングパットを1球ずつ打ってファーストパットの距離で勝敗を決めさせていただきます。はい、近い方が勝ちですね。はい、でオナーは先ほどの最終ホールの結果で同じと同じだったの。1つ打ったからヒヨちゃん。私から行こうか。 OK、はい、じゃあヒヨちゃんから。はい、2番目の選手は最初のパット見ないように、はい、ラインが読めちゃうので。
後ろ向きで行きたいと思います。はい、はい、はい。じゃあどあれあの旗？あの一番奥ですか？うん。わかりました。でどっからどっからにしようかな。ちょっとあのマークピッピってやろうかな。じゃあここから。からはい。私はあっち側から撮影します、はい、真剣です。このパッドで5万円がかかってますから。さあまあまあ距離ありますね。まずは、ひよりちゃんから。おマークある？マークない。あ、ボールそのままでね。オッケー。ママ近い。近いね。さあ、しずくちゃん呼んでます。そうですね、これ爪が可愛いなって見るやつですね。はい。これより打ちつけられるのか。決まりました。できました。勝ちました。ちょっと強かった。楽しい。やーい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、すんなりと決まってしまうのがこのサドンデスでございます。サドンデスの結果、勝者山本ひよりちゃんです。イエーイ。勝利した選手には仙台ドローンファーム様より賞金5万円が与えられます。イエーイ。ちょっとあのプレートを持ってきますね。ちょっとでかいんで、はい、おめでとうございます。イエーイ。じゃあ戻っていただいて。そう、これ負けた人はいつもね支えるっていうすごい悲しい、悲しいポーズになっちゃうんですこれ。いいね。それではインタビューに移りたいと思います、はい、本日戦っていただいたしずくちゃん、はい、試合を終えてどうでしたか？そうね、前半の練習ラウンドは4アンダーまで行ったのに。確かに。後半試合っていう対決っていう風になってから、うん、1アンダー勝てなかったのはやっぱ実力不足の弱さなのかなって思ったんで、もっと試合慣れして、はい、実力も上げてこれから頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次に本日見事勝利を収めました。山本選手、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか？まあ割とラッキーなことが続いて、だいぶラッキーなことが続いたんで、まあそこで勝てたのかなと思います。最近ずっとパターが調子悪かったんですけど、それも入ってくれたんで、最後もだいぶ近くいてくれたんで良かったと思います。自信になります。おめでとうございます。両選手とも最後まで真剣に勝負していただいてありがとうございました。
ミンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。はい、今年度開催の賞金スポンサー様も募集しておりますので、興味のある方は詳しくは概要欄をご確認お願いします。はい、ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価コメントお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。